ジョン・ホープ、ジョン・ホープは、スコットランドの維持、植物学者である。エディンバラに、下界の息子に生まれた。祖,祖父や祖父に、スコットランドの法務総裁を務めた、トーマス・ホープ卿やスコットランド最高裁判所の所長を務めた、アーチボルド・ホープがいる。エディンバラ大学で医学を学び、ベルナールド・ジュシュのもとで、植物学をパリ大学で学ぶが、スコットランドに戻り、 グラスゴー大学で1750年に MD を得た。その後、10年間ほど、医師をしながら、余日に、植物学の研究に熱中した。1760年にチャールズ・アルストンの死ぬと、国王付植物学者とエジンバーラ大学の植物学、薬草学の教授職を継いだ。薬草学の分野の業務が植物学の研究を妨げるために、新たに薬草学の教授職を新設し、 自らは医学と植物学の教授に就任した。1783年にトリニティホスピタルとホリールードの植物園とコレクションを統合し運営資金を得ることに成功しエディンバラ王立植物園を創立した。自らは学術論文を発表することは少なかったが植物生理学の実験を行った。研究成果は講義で披露されたが書物にされることはなく。 没後何年も経ってから未発表の走行が発見された。1767年に王立協会の会員に選ばれ、1784年から1786年の愛イダエディンバラの王立医学校の学長を務めた。ホープは植物の学名で命名者を示す場合にジョンホープを示すのに使われる。ホープ・ジョン、ボタニストフィジシャン。 レコードザ・ロイヤル・ソサイティ2014年8月22日閲覧ありがとうございます。